はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ2の1クラス1回しか使えない縛りですね。もう結構積みな感じがするんですけどとりあえず今回は4人で進んでいきます。なんか仲間にできそうなやつがいたら1人仲間に入れて、まだホーリーオーダー2人残してるんで、まあなんとかなるかなって。全部で数えてみたらね、多分30クラスしかいないんで、だいたい無理かなってちょっと思ってきてます。で、武装商船なんでしょ、収入半減じゃねえかよ。平賀の発明家、あ、陛下にぜひお見せしたいもん。コッペリアか、コッペリアいるんだったらもう仲間にしてえな。人が足りねえから今、もう贅沢言ってらんねえ。ちょっと平賀のとこ行こう。そうもの平賀、あ、なんだこれ飛ぶやつじゃねえかよ。心配だが試す。あー疲れた、全然涼しくならんだけコッペリアまだか。モーベルムへ行きましょう。で、武装小船団のお話はどうすんだっけ。ちょっと一回セーブして、あんまり選択肢はミスりたくないんで。で、ここ、そっち行くんじゃねえ、入ってもらえ。あれ、あんたが武装小船団のリーダーか、元リーダー。ギャロンにその座を奪われている。そいつは3月前に来た。金払いがよくたちまち人気者。バックには数尾描います。反帝国をぶち上げ、ヌオノから逃げ出してきた。船で行くか、ハリア半島を通っていくか。水路のモンスターの配置も変わっている。ハリア半島モンスターだらけ。あれ、どっちかがあれだよね。陸路から行こう。ティファールの酒場のジジが3つを知っている。成功願ってますね。ちょっと待って、あなた強制的に生かされるのかと思った。これどっか行ける、他に新しいとこ。あ、許しがなければ船は出せません。まあ、とりあえず行こう。金が減ってるみたいだからね。ティファールの酒場のじいさん、ハリア半島へ。獣道程度の道ならなくもない。とても人の通れるとこではない。行くか、4人で行くしかない。 LP はどんだけある、重要だからね。 LP 一番少なくて8か。まあいい、なんとかなる。で、ハリア半島、敵倒しながら行こう。グラスホッパーとかなんだ、敵が強いんだけど。あ、レイピアって剣の技も使えるんだっけ。あ、なんか開発してこう。あ、40万しかないんだ。あ、そうそう、スプラッシャー強いんだよね。攻撃力強かった。最悪あれも撃てるし。ファイナルストライク、太陽光線。弱え。てか死にそう。てか俺攻撃じゃねえかよ。太陽光線の攻撃の攻撃の太陽光線。弓使いがいなくなってしまった。500、こいつ天の術のレベルが低いからか。よし、すぐ上がる。ちょっと待って、技覚えてこよう。というわけで、全滅して、もうほぼほぼ積みになってしまったんで、ちょっともう一回ね、初めからやります。で、まあ、何が悪かったかっていうと、何も考えてなかったから、要は。で、今回は、ちょっと、序盤についてもう少しね、チャートを組んで、やっていこうと思います。
あともう一つ、ちょっとルール的なものなんですけれども、あの初期メンバーに関してはちょっともう一回あの使えるというあの甘め設定でやらせてもらいます。これってもうだからこいつは固定してるじゃないですか、3人でもう一人入るんですけど、要はジェラール時代に使った人たちはちょっとノーカウントということで、だからベアとかジェイムズとかテレーズ、まあ、いわゆるクラス的な話でいくと重装歩兵と軽装歩兵と両兵、まあ、プラス、まあ、ちょっと誰入れるか分かんないですけど、まあ、ヘクターなりを入れるんだったら、あのジェラールの時代に入れた人たちはちょっともう一回だけ使えるというような形でやっていきたいと思います。で、レオン時代とジェラール時代はなのでパパパパパッと本当に終わらせていきます。でただそうだね、能力値的にはやっぱマスターレベルの上昇を考えてやっていくんで、1戦闘についてなんか2つくらい行動して、まあ、ちょっと進めていこうかなと思います。まあそんなわけで、まあ、サクサクサクっといきましょう。じゃあ封印洞窟これで終了で、ファイアボールを覚えてウォッチマン戦、とりあえず術のレベルは上げていく。でベアは直剣、ジェームズは体剣、テレーズ日本一を覚えました。まあ、弓を鍛えていきますと。1ターン目はとりあえず主力の武器で攻撃して、で2ターン目はキャブ死ぬサブの武器で攻撃していくと、まあ、そんな感じで基本は進めていきます。覚えて、デタラメはデタラメは普通に強いな。1ターンで肩がつきそう。なるべく2ターン粘りたいんだよね。で、まあ、レオンは別に虎徹の剣使って、ジェラールも剣使って、でベアはメイス使って、で斧とか槍まだ売ってないんで装備してるやつがいないんですよ。でジェイムズはとりあえず体術上げるためにパンチをする。でテレーズは証券持ってるんで証券で攻撃をする。まあ、弱いけどね、弱いけどあくまでもレベルを上げるためだから。ゼロとかメイスも弱すぎだろ。で1回行動すれば、まあ、別にいいんで、まあ、2ターン目以降は普通に攻撃しましょう。で死んだら多分経験点入んないよね。あマスターレベルの経験点は入んのかな、ちょっとそこら辺が分からないんですけど、技術点多い敵はなるべく死にたくないよね。だからこれにてウォッチマン終了、さらばビクトリー、さよならデオン。ジェラール皇帝、で今回抜けた穴はアリエスを仲間にして術を鍛えていきましょう。でゴブリンの洞窟ではエルダー棒を回収して帰ります。体験は開発しておきましょう。基本的に作っていく武器は体験だけかな、お金の問題とかもあるんで。じゃあ体験を作って、消えよ婦人誌、術研究所作りましょう。100万円よし、ギリギリ足りる。建設しよう。クレイムは回収しておくか。キャット、ディープワン道場、ここはマジでひらめいときましょう。空圧だか、切り落とし、いいね、アーローレイン。つむじ風、熾烈撃、メイス、つむじ風、お前もか、十文字切り、十文字切り、
倒してしまった。まあいいや、こんな曲とかいいっしょ。退治完了。これで格闘家も仲間になりますね。ちょっと金ができたんで、アバロンの木を植えましょう。30万円、40万円。本当はね、服も作りたかったんだけど、ちょっと先に木を植えます。これでティファールへ行けるようになるので、ルドンを制圧しましょう。テレーズの LP がやばい。これでルドン地方制圧完了。間が空いてるけど、月光越えよう。まだ行かないけど、フラグだけ立てておく。でルドン高原から最後族の村へ抜けて東のダンジョン、ボスを倒してホラガイかとこう。これホラガイじゃないよね、なんて言うんだ。最後族のお願いを聞きましょう。よし、スプラッシャー、これは強いからね。ベアに遊びさせよう。11から29で、スプラッシャーを回収したので、ここからは武器集めをしていきます。その前に金回収。ゲッ、金がなくなってる。あとで全部回収しようと思ったら、そうか、クリアしたらここはなくなっちゃうのか。そういや、そんな気がしたな。せめてこれだけ回収するか。19万、28万、22万。服はね、あのコスパがいいので、開発していきたいと思います。40万円出しましょう。で、こっからはテンプレ的な武器集めをしていきます。まあ、具体的には、体験刀を買って、槍はなぎなた買って、証券イロリラの星を取って、剣幻獣剣を取ります。で、あともうよく言えば、本当は弓グリムリーパーを取りに行きたいんですけど、多分グリムリーパーを取るために南のダンジョンをクリアすると年代ジャンプが起きちゃうので、なるべくねこのジェラールで粘って、あのこの基礎的なところをね構築していきたいと思います。仕込んでいくジェラール で南ロンギットに行って、トバで情報を集めます。情報を集めるっていうか、こっからマーメイドに行くのか。で、魔女の住む祠の情報を聞いて、で、魔女から1万クラウンで、これ LP にしとこう。生命力回復。これでいいことを教えてもらいます。メルー砂漠へ行けるようになると。ちなみに、テレーズの LP やばいんで、一応まだちょっと粘るけど。で、メルー砂漠行って、テレルテバに到着。で、移動庫に入ります。ここの隠し部屋からイロリナの星で、これは証券。攻撃力は30あって、もう全然強くなるな。で、奥の人から、砂漠の南に我々の町があったということで情報を聞きます。砂漠を抜けて砂の遺跡で、ここはボスがいるわけじゃないので、金を回収して、これが幻獣剣で、幻獣剣攻撃力いくつだっけ。スプラッシャーよりは強いはず。37、めっちゃ強い。まあ、スプラッシャーもね手に入れて強いは強いんですけど、幻獣剣の方が強いんで、こっちをメインに使っていきます。で、テレルテバの船に乗ってユーヤンへ行きます。で、ユーヤンの武器屋で刀を買います。これは体験、攻撃力が24と、クレイモアよりは強いんで装備させましょう。ジェームズ、クレイモアからどうだ、刀、まあ、これで仕込みはとりあえず終わりかな。ジェラール時代の仕込みは、終了したので、
運河要塞攻略しましょう。ちょっと年代ジャンプが怖かったんで、前回話しましたけど、中入っていきます。運河要塞のボス、こっちの火力は相当上がってるからね。ただし防御力は弱そう。ちょっと全力でいくか。こっちが効くかな。下結構危険なんだよね。切り落としでいこう。緑田の星のが攻撃力的には高いけど、あのレーンをとこう。地熱撃、あぶね。これ戦闘のやつに来たらさ、全員当たんない。アロレイン、まあまあだな。やべえ、敵の攻撃が強え。速攻で仕留めなくては。よし、暗闇にしたのはでかい。切り落とせ。368、十文字切り、現住剣568、強え。回復しよう。回復薬がいるのはやっぱり結構安心できるな。刀のちょっといろりな使おう。技を覚えないかな。196、こいつのだって証券で196当たったら相当強いよ。回復しての十文字で終わりでしょ。これで消えろ。これで年代ジャンプするはずなんで、こっからですね。こっからビクトール運河を取り戻し、全盛期の領土を回復した。179年後、誰がいる？あ、どうしようかな。一応フリッツ皇帝にして、まあ、フリーファイトマイナス1の陣形を覚えるか。ちょっと陣形だな、ここは。ビーバーか。能力だけ見ると素早さ器用さが高いからね。格闘家体力が高い。竜神か。でもこれなんか連携があるわけじゃないから、なんか竜神にしてもなんか微妙っちゃ微妙なんだよな。でも皇帝が下がるんだよね、これ。フリーファイトマイナス1って皇帝の位置は変えらんないよね、確か。あー、どうしよう。ちょっと悩みどころだな。どっちかっていうと、証券とか全然鍛えてねえしな。ちょっと格闘家でいこう。三代目皇帝格闘家フリッツ。行くぜ。ちょっと仲間集めだけします。じゃあ証券用のジェシカ入れて、イロリナの星でしょ。で剣使いも入れたいよね。どうしよう。ジェームズはまだ、ジェームズ系統はまだ入れられるから、体験要員でヘクター入れるか。ヘクター要員、オライオンか。体験要員でしょ、フリーファイターで。魔法要員でやっぱり連れてこう。どっちか連れてこう。風の術もうちょっと上げておくか。であと弓要員で、弓兵どっち、ちょっとこっちから行くか先に。よし、今回のメンツはこれでいきます。だいぶ安心感があるな、前回と違って。マジで。というわけで、ちょっとね、ジェラールの時代にだいぶ仕込みを行ったんで、全然不安感はないですね。じゃあ、次回以降皇帝フリッツで進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。